犬散歩してる人に話しかけて、僕にその犬の写真を送ってくれたらスタンプにして返すよ。返してあげるよみたいなことを言って回ってね。看板もいっぱい立てて。で、数百枚ぐらいその写真を送ってくれたんですよね。で、別に送られてきたものの AI も何も持ってないんで、ただただ、相方と一緒に、こうやって、パソコンでこう切り取って、必死にこう、目チカチカしながら、夜な夜な切り取って、で、なんかデザインしてあげて、で、送り返して、で、それでどれぐらい使ってくれるのかなって思って、こう、測ってたんですけど、数字を見ながら。そうしたら、まあ、喜んでくれるんですけど、あんまり、こう、送受信、送りやってくれなくて、これはまずいなと。送りやってくれないと、この先、こう、発展していかないっていうところがあって、で、置いてた看板も誰かに取られてしまったし、こう、なんか、これ大丈夫かなって、相方で相談して、ちょっと AI 開発するほど将来性あるアイデアじゃないし、そもそもこのアイデアに二人ともそこまで思い入れがなかったみたいな。ちょっとこう、障害が出てきたぐらいでやめちゃうぐらいのアイデアだったっていうので、なんかそれ乗り越えられるだけの信じてるものが特になかったんで、なるほどね。やめちゃったっていう。別にそこに対してそれをやらなければいけない理由とかが別に特にすごいあったわけでもないから、まあ、そこで一回それをやめました。で、まあそこで気づいたのは、まあ遅い、遅いわっていう感じなんですけど、こう起業してたらいろいろ、こう、なんか、障害というかハードルがいろいろ訪れて、で、その時まだ僕ビザすら取れてなかったんで、なんかいろいろある中で、こう相当信じる何かが、その事業アイデアにないと、途中でやめちゃうっていう当たり前のことに気づいて、逆にその、成功するまで続けられたら成功するっていう謎のロジックは信じてたんで、続けることが大事だ。続けるのが難しいっていうのは、続けられるほど信じるものを見つけるのは難しいからっていう理解に二人でなって。で、それから企業とか関係なしに自分たちがすごい困ってて、何としてでも解決したいって思ってることを二人でいろいろリストアップしていって。で、まあ、結構、ホストファミリーが全然良くなかったとか、そういうのもあって、めっちゃ嫌いだったホストファミリーにインタビューしに行くみたいなこともやったんですけど、こう、まあ結局、最終的に落ち着いたのは、二人ともまあアメリカ来て、まあ数年経って、で、日本の家族とか友達とかとすごい疎遠になりがち。だったのが、二人とも嫌なポイントで、じゃあ、まあ、SNS とかメッセージとかこんだけ繋がってんのに、未だに、こう、疎遠になったりとか、まあ、僕たまに日本帰ったら、こう、浦島太郎の玉手箱開けたみたいな、にみんな、もう、なんか友達が鬱になって会社辞めてたりとか、そういうのがあって、なんか知ってたら助けてあげられたらいいなとか、いろいろ、自分が知らない間にいろいろ起こってるのがすごい嫌で、なんとかしたいなって。こんだけ繋がってるのになんでこんなこと知らないんだろうっていう課題感から、それだったらなんか続けられそうと思って二人で始めたっていう形で。だから、ね、さっさが今何やってるか知らない人のために言うと、いわゆる SNS のように、みんなが繋がっている、あまりく繋がっているものでは結局繋がってるけど、繋がってへんやんけど。もっそうでとす。逆にだから、平気にしちゃえ。もう、例えば家族とだけやりとりするとかね。そういう、もうちょっと本当に近い人間だけど、平気の、ある意味 SNS というか、今、その交換日記アプリって言うたらいいのかな？あ、そうです。交換日記アプリというね。全員に見えない。Facebook とかでもね、誰か公開する相手限定でとかやれるから、含んでるやんけって思うかもしれへんけど、でも含んでるから言うて、そんな機能みんな使ってますかって話。
あれはそういう目的で使ってないですよね、SNS はっていう。全体にただ、こう、ワールドワイドに自分のやってることをただ公開するためにしかみんな使ってませんよね、と。だから、平気なところで大切な人たちと、お互いどうなってるのかがちゃんとわかるような交換日記アプリを、まあ、やるに至ったということですな。はい、そうです。でも、やっぱりそれなりに、理にかなったプロセスを踏んで、やっぱそこにたどり着いてるんだね。そうですね。うん、なんか、落ち着くべきところに落ち着いてる、来たなっていうのは、うん、はい、あります。あるよね。だからやっぱりこう、今途中、サッサの話の中でもあったけど、ね、選択に正解はないんやと。でも、選択した方を正解にするんやと。やり続けて正解にするんやと。うん、やり続けるには、それをやり続けなければいけないと自分が本気で思えるだけのやっぱり何かがないとあかん。それすごいわかるよね。俺会社辞めて最初起業して、何やろうかなって、俺何やるか決めやんと会社辞めたんやけど、何やろうかなと思ってる時とかに、もう山のようにいろんなビジネスモデルのアイデア書いたのよね。なんか、しょうもないので言うとこう、フラワーアレンジメントとか世の中習ってる人いっぱいいてね。でもあれフラワーアレンジメントってね、毎週一回フラワーアレンジメントしに行ってね、花瓶に花いけてね、そのいけた花、花束にしてみんな持って帰んねんけど、この毎週毎週花持って帰っても、家も誰も喜ばへんしね、なんなら先週の花もまだ枯れてへんのにね、花瓶なんか買わなあかんねんみたいな。で、結局捨てるらしいみたいなね。いや、これなんか綺麗な花捨ててるだけやんけ、世の中で大量にみたいな。じゃあそれをその後流通させようかみたいなね。ことを無駄にする、うんうん。もういろんなこと考えてます。やりたいかみたいな。ロジック的に合ってるし、その通りやなと思うけど、これ俺やりたいかなやらなあかんねんって言うて、俺世の中にそれ大きい声上げ続けられるかな。すごい思ったよね。